今日から香林坊大和で始まった県いけばな協会展には、県いけばな連盟に加盟する7つの流派が参加しました。会場には伝統を重んじた作品から自由な発想で風情豊かに生けられた意欲作など122点が並んでいます。こちらの作品は柚子と鮮やかなオレンジのストレリチアを使い、藤鶴で全体の動きを出し、秋の実りが表現されていて、来場者の目を楽しませていました。県いけばな協会展は前期はあさってまで行われ、その後作品を入れ替えて後期展が22日まで開かれます。